今はピンクバッグ使ってます。ちょっと濁りが入ってますんで、あの派手めのカラーを使ってみました。けどやはり同じサイズですね。タイまでテールで、はい、じゃあ逃がしてあげましょう。強くなってきましたね。なかなかサイズアップできないですけど、貝も反応がいいですね。なかなか今日はカワセミの新しいショートロットを使ってるんですけど、こういった木がかぶさってるところでもやっぱりショートロットですとあまり気にせずに使えるんで助かりますね。これが6フィート近い長さになるともう上当たっちゃったりしますんで、出てこないですね。上行きます。今使ってたミノーは金根の5センチですね、まあちょっと流れが速いポイントなのでちょっと重めの金根でいきました。で、まあレンジをちょっと低く探りたいということでヘビー、トラウト中のヘビーウェイトではなくて金根の方を選択した感じです。で、今狙ってたポイントとしてはあそこのちょうど真ん中辺が深くなっているところですね。で、周りの岩を見たときに全部こう暗い色になってますんで、もともと水が流れてて苔がついてたなっていう感じなので、まあ、メインの流れだったんだろうと。でそこのところを流していったら、まあ、ちょうど落ち込む手前でバイトしてくれたというような感じでした。あ、いいサイズ。あ、虹だ。ニジマスですね。じゃあリーします。よし。はい。今日使ってる竿なんですけど、カワセミラプソディの今年の追加機種を使っております。今年の追加機種というのはショートレングス中心で5フィート以下、非常に短いところですね、4フィート台を中心に6機種リリースされます。で一番短い機種は3フィート11インチ、非常にもうコンパクトなおもちゃみたいな長さのロットなんですけど、まあ、それから4フィート3インチ、4フィート5インチ、4フィート7インチ、4フィート9インチで5フィートっていうような感じで、ラインナップされます。で、まあ、ショートロットになりますといろいろ作るの難しい面もありまして、
全体的にこう硬くなってしまったり、逆に全体的にダワンと柔らかくなってしまったり、非常に調子を出すのが難しくなってきます。で、まあ、硬すぎるとやはり使い勝手が悪かったり、釣り味を損ねたり、いろいろ支障があります。で、逆に柔らかすぎると今度ショートロッドですから、ルアーが自分の近く通りますんで結構危険だったりもしますね、うん、でこちらのカワサミラプソディのツインタック種ですと、まあ、こんな感じ、曲げるとこんな感じですね。ティップは結構しなやかに入ってくれますんで、魚がバイトしてきた時に弾かずにしっかりフッキングに持ち込めると。しかしバットの方はしっかりと、もう全然ビクともしないぐらい強いバットになってます。ですので不意な大物がかかった時でも十分対応できるような、そんな感じですね。もうティップ、デリー、バット、それぞれセクションが、ね、しっかりお仕事してくれますので、まあ、カワセミラプソディの今までのね機種で、感じられたような、こう投げる、巻く、ルアーを操る、そしてファイトする、一連の釣りの中の動作が非常に気持ちよく行える、そんな風なねロッドにこちらの新機種もなっております。基本的なアクションは今までのカワセミラプソディのアクションを、引き継いでおりますけど、1機種だけちょっとアクションを変えたものがあります。それは4フィート5インチですね。こちらの方は、こう他の機種のライトとウルトラライトがあるんですけど、まあ、最近増えてきてるヘビーウェイトなんだけど小さいミノー、ちっちゃくて重たいミノーを操るときにライトアクションだとちょっとオーバーパワーな感じがして、投げるのにもちょっと投げにくかったり、逆にウルトラライトだと操るときに重たいんで、それをしっかりとキビキビと操れなかったり、そういう歯がゆさがちょっとあったんですけど、まあ、今回4フィート5インチは、まあ、アクションの表記が ULL、 ウルトラライトとライトの中間っていう感じになってます。これ、まあ、ティップがウルトラライト、ベリーとバットがライトのパワーっていう感じで、先調子になってる感じですね。まあ、そちらによって、まあ、そのようなちっちゃくて重たいミノー、うちでの商品で言いますと奏の4センチなんかが非常に扱いやすくなっております。今後もそういったねちっちゃくて重たいミノー増えていくと思いますので、まあ、そういったものを操るには最適な1本かなと思います。でこちらの方のねリリースも間もなく、もうおそらくこの動画がアップされる頃にはもう店頭に商品並んでると思いますのでね、ぜひお手に取って見ていただければと思います。ちょっとね浅い園庭までの間はちょっと浅い感じなんで、ちょっとシーズン早いかもしれないですけど、スピナーのエディで手っ取り早く広くチェックしていってみます。エディの一番の特徴はこのボディの形状ですね。こう正面から見ると逆三角形の断面、まあ、上がフラットで下が山になっているような形になってます。でこれはもうちょうど船が安定して進むような感じで、ここで水を切ってくれて泳いでいきますので、ブレードが回っていてもボディの方は回っていかないと。それによってまあラインのトラブルもよりも少なくなって、トラブルも防げるという構造になってます、ね。まあ、若干こうボディに対してシャフトが角度が若干ついてるんですけど、これによってさらに安定度を高めている感じですね。もうこれをこうまっすぐに伸ばさないでこのまんま使っていただければ結構です、うん。でまあ、そういったラインよれがなく、まあ、こんだけシンプルな形状でもラインよれがないので、本当トラブルなく使えるスピナーですね。もうエディの使い方、まあ、スピナーは本当簡単です。基本的には投げて巻いてくるだけです。で、まあ、着水して水をかませてあげたらもう巻いてくる、もう単純にそれだけですね。だ広い範囲をもう素早くチェックするのにはもってこいですよね。卵でしょう。卵でした。
綺麗ですね。